のおたけであのいやもう2月終わっちゃうからさ、2月なんかとっとと終わりゃいいんだよ、早いからさ、なんだよだって3月になったらさ、ほら毎年そうだけど、うん、気分は春だから、うん、加藤さん、小田さん、お疲れ様です、はい、尾道在住三つ坊です、うん、さて最近のポッドキャストではヤオンボックス CD など、うん、30周年の企画が話題がいくつあります、はい、私が最も望む企画は書籍です、しかもバンドの軌跡や曲解説のようなアーティスト本ではなく、この池袋交差点24時の第2巻です出る予定はないのでしょうか、ああというのも書籍池袋交差点24時には本当に感謝しているのです感謝してるんだ、感謝だ、これ興味あるね、なるほど、私の妻は以前はコレクターズに全く興味がなく、私は妻にも好きになってほしくて、うん、何気に車の中で曲を流したり、うん、ポッドキャストを流したりしてたんですが反応はいまいち、うん、諦めかけていたある日、うん、妻の方からコレクターズの人面白いね、曲も良いね、もっと聞きたいの言葉が突然、うんうん、どうやら本好きで活字中毒の妻は、うん、私がその辺に置いていた池袋交差点24時の書籍からコレクターズにハマった模様でした、毎日寝る前に読んだそうです、読んでんだ、うん、特に小太郎さんの一度頑張り無駄の急には深く感銘を受けたらしく人生が変わった、毎日が楽しくなったと言ってます、小太郎くんエセ競争だね、もうね、それからはポッドキャストも家事をしながら聞き、うん、広島のライブは必ず2人で行ってますと、なるほど、共通の話題が増え夫婦仲良くなってすごいよ、まあ、そんなことで、うん、とても感謝してると、この書籍にね、なるほど、またお二人の名言の数々も活字でも未来に残してほしいので、うん、ぜひ検討よろしくお願いします、うん、これ出すならワンダーガール出版だな先方がやってくれるんだったらいいけどねなかなかやらないと思う、今本はなかなかね、本はなかなか、本は、ね、すごいね、でもそういう一言がやっぱり響くんだね、小太郎くんね、そういうもんですよ、うん、日めくりカレンダーじゃないけどさあ、日めくりカレンダーいいんじゃない、小太郎くんのそういうのばっかりやったらいいんじゃない、365だぜ、うん、俺好きだったなさ、小田君さ、うん、話全然変わるけどさ、うん、あのワンフーのショーミーいるじゃん、うん、iPhone に、うん、池24のステッカー買ってたの、うん、俺笑っちゃってさ、使ってんだよね、だからね、意味も分からず台湾の人が面白いね笑っちゃった俺、買ってたよ、あ、そう、うん、でもまああれもそこそこ売れたでしょ、うん、その僕そのこの後報告聞いてないよ、いやあの初版分だけだってさ別に、うん、悪くはない、予想以上だったと思うよ、悪くはない、うん、悪くはないけど小田君、俺たちポッドキャスト界の帝王なんだよ、だ、ね、帝王から考えたらダメでしょこの数字、帝王はね、やっぱりこの、うん、無料だから帝王になれたんで有料になった瞬間にもう、そうそうそう、厳しいね、世の中ってね、厳しい、まあ厳しいよ、だって40万ダウンロードってさ、一体何やってんだよ俺たちの話聞いて、それだけだよな、みんな、でもなんかやっぱりさ、うん、ですよねって癒しが欲しいんだよそういうことなんだ単純に、なんかただ俺たち40万人友達がいるだけな話なんだこれ、そうなんだよね単純にただ顔を知らないだけでね、そう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 、向こうも友達だと思ってるしですよねって言ってほしい、そうそう、ただたまたまミュージシャンやっててそいつが、そう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 、たまたま CD 出してるけど向こうにしてみると、うん、バンドやってんだって感じなんだよ、なるほど頑張ってろって感じぐらいなんだねなるほど、まあでもねそのスタンスでいいんですよ、なるほど、そうだよね、全然問題ない、いや俺たちもそうだもん、うん、全然問題ない、買ってくれなんて言わないよね、いや言わない、友達だもん、ダチだもん、ダチだもん、気が向いたらね、フレディ・ヒマキリだってね、ウィアード選挙でマイフレーンって言ってたね、確かにマイフレンって言ったね、ウェンブリーで10万人以上いるじゃん、あれいた、ウェンブリースタジアムだっけ、あれやったのあれ広かったね、クイーンのね、いいな、あれクイーンすごいね、でもあれぐらいまでやってみたいな、コレクターズもね、そういえばこれ全然話があるけどさ、うん、ジェフリンのイエローなさ、うんうん、あのニューアルバムすげえよかった、いいよあれ、コードル君がすげえいいっつってたから、うん、ちょっと買うところまでちょっと度胸なかったんですよ、でもアナログ欲しくない、
欲しい。あれジャケットも好きなんだよね俺。いいいいいい。したらツッチンが持ってるって言うから、うん、ちょっと貸してっつって聞いてみたの、うん、したらフェナイマザボーイの1曲目で泣いちゃったじゃん。俺ね今回のジェフリーのあのイエローほどね、うん、ボーナストラックに行くかってことないよ。ああそう、あれちょっといらないよ。いらないっていうかせめてもうちょっと違う曲にしてくんないかな。いやいらない。あのジェフリーのさソロに入れそうなったようなさ、うん、悪い曲じゃないけどさ。あだからさあのインユニバースだっけ。そうそう、あの曲で終わればいいじゃん。そうそう、あのアルバム世代としてはさ綺麗、ね、にさせめてあそこからさ20秒ぐらい開けてほしかったよね。確かにすぐ始まっちゃうからね。すぐ始まっちゃうからこっちも慌ててバーッとストップしないと余韻台無しなんだよね。そう台無し。すげえ焦るもんあれ聞き終わった後俺。そうなんだよ。それでさ、うん、これどんなビデオ作ってんのかと思って YouTube で見たのよ、うん、そして上がってたらまたビデオも泣けてさ。いいんですよ。ジェフリンがこう子供の頃からさバンドで成功してってみたいな感じをさ、そう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 、こう寄っていくんだよね。そうなんだよ。でジェフリンほらあのビートルズのフリーザーズバード、はいはい、再結成した時のあれプロデュースしたじゃん、ね、うん、でちょっと音も似てるよなと思って、うん、フリーザーバードってどうだったっけかなと思って、まあうん、もちろんさ、うん、あのアンソロジー持ってるから、はいはい、でもね、うん、見れなかったんですよ。なぜなら小太郎君の教え通り、うん、俺 FD って買っちゃったから、うん、フリーザーバードが、うん、DVD で持ってないから俺だって VHS だよ。そうでしょ。お互いに厳しいね、うん、状況になってるでしょ今で見れないから、うん、YouTube だったら上がってるだろうと思ってフリーアザバードオフィシャルとかで出すんだけど、うん、もうみんな消されてんのね。厳しいねやっぱ厳しくなって YouTube が、うん、でまあ適当なファンがさ、はいはい、なんか静止画もさニエーってやったのしか載ってなくて、うん、結局確認できなかったんだけど、うん、YouTube 結構なくなってるよね。そうなんだよ。フリーアザバードちょっと似てない、あのビデオの感じと似てるよ。だからさ確認したかった。流れてくんだよねずっと。そうそうそう、街並みとさあの窓からそうそうそう、ビートルズの場合はね。でなんか最後にさ、うん、なんかマンドリみたいな音するんじゃん。そうそうそう、するじゃん。ステージからステージからのいい、ね、ウクレレみたいなやつがね。あれいいんだよね。そうで、おっさんみたいなのが後ろからこう映ってさ、あれが良かったでしょ。あれいいんだ。であれが見たかったんだけどもうなくて、で LD だから見れないし買うしかないの。もう一回だから DVD を買うしかないな。アンソロジーマンソロジー見たくないな別に。全部もうだってフリーアザバード見れないんだよ小田君。だってフリーアザバードのためにマンソロジー買うの。だそういうことになるんだよ。だからもう見れないんだもん。あそう、うん、見なくてもいいんじゃないの。いやいやいや見たってよかったでしょあのビデオ。よかったけどさ時々見たくなるじゃん。そうね。でそれでさ YouTube でさちょふと思い出しちゃったんだけど、うん、Going の松本壮がさ、うん、ほらなんか野球場かサッカー場とかで、うん、君が歌った歌った歌った話、うんうん、あれもこれあれ何で歌うことになったんだけど。そうか知らん。ギャラが良かったってことしか知らないんだよ。それは俺知らねえ。野球ではやんないのかサッカーかあれって、うん、必ず君が歌うのってやるよね。やるよね、うん、あなんかアカペラでやるじゃない、うん、でいろんなさちょっとした試合の時でもやるみたいなんだよ、うん。でそうも、うん、あのほらみんなのいるど真ん中でさ歌うのすっげえ緊張するじゃん、うん、だからどうやって歌ったらいいんだろうと思って、うん、いろんな人に聞いたんだけど、うん、歌った人がいないんだって周りに。そうだよ、ね、あんまりだ俺たちもやったことないじゃん、はいね、だからこれ YouTube だと思って、うん、YouTube で「君がよ」みたいに入れて、うんまあ、例えば J リーグとか入れたら、はいはい、バーっていくつか出てきたらしいんだよ、うん、でその上がベイアンだったんだって。ベイアン、うんうん、あの堀内孝さんね、ね、うん、がなんかの試合の時に、うん、君が歌ったんだけど、うん、最初の、うん、ね、うん、君がが高かったらしいんだよ。あごめんなさい現象、ごめんなさい現象起きたらしいんだよ、うんうん、でもね、うん、やっぱりそのベテランはすごいなって思ったのは、うん君がよはでも高いわだよ、うん、千代にや千代に、うん、ね、でもこう刺されがやばいじゃん、うん、石野はもっとやばいじゃん、うん、そこの時に石野打ってたらしいだからなんていうのこううまいうまいフェイクがさ、うん、ベテランすごいでしょ、うん、イシナウツってかっこいいでしょ。余計いいね。余計いいでしょ、うん、それで終わったんだって。さすがさすがベテラン乗り切るなって思ったのと、うん、不安になったらしいのやっぱり、うん、逆に、うん、こういう風に高くなっちゃったらどうしようと思って、うん、自分がでしたら周りに相談したら、うんフミヤ君がやってたんだって、うん、どっかで、うん、でそうそうでフミヤ君に、うん、今度やるんだけどどうしたらいいですかって言って、うん、ちょっとピッチが最初が取れないんですよアカペラだからって言っ
手のひらの中にね、うん、ハーモニカ入れておくんだと、うん、でそれで自分のあったキーをプッて吹いちょっと分かんないように吹いて、うん、そこから始まれば間違いがないって教わったんだって、うん、で文也君のもの上がってたかなんかで僕ら完璧にやってたらしいんで、うん、ああさすがなと思って、うん、で自分もなんかハーモニカがふぶってやったら、うん、音がちょっと聞き取れなかったらしいんだよねそれで、うん、今度は逆にそのウェアのなね一心なーのノーがあるからあれは無理だと思って、うん、低く歌いすぎたら、うん、全然上がんないまま、うん、そぞるって塩が合うような君がよになっちゃって、うん、全然盛り上がんなかったっていう話、それも YouTube 絡みで思い出しちゃって、ギャラが良かったんだ、すごいよ、マジかな、どっから来るんだろうなああいう話ね、俺も歌いたいよ、フミヤ君もさなんかそのこと言ってたよ、なんでなんかさ、うん、優勝が決まるときになんか歌うのかなんか分かんないけど、うん、あるんだよね、必ずそういうことでやるんだよね、でなんか決まんなくて3日間ぐらい通わなきゃなんなくて3日間行ったんだけど3日間全部ギャラもらえたみたいな話、ああそうかそうか、うん、今日も優勝がちょっとどこどこがリーグ戦とかなんかであれで決まんなくて、うん、今日歌うか明日歌うかみたいになってて、俺だったらもう1週間ぐらい決まんないでほしいよね、なるほどね、うん、でも来てくれたからギャラはいい、そうだよ、なるほど、1日分出て、で3日目歌えば3回分のギャラもらえると、うん、そうだよ、そりゃ一心なおなるね、驚くこれなるでしょなるね、うん、だからね、そういう映像も全部消されちゃった、そうなんだ、うん、一心なお見れないの今、見れないんだ、見たかったな、見たかったな、だからそれ言いたかったの、 YouTube がどんどんなくなるっていうのをさ、長くなっちゃったけど話が、見たかったなそれ、だから下手に孝太郎君有名なさ、うん、歌をさ今さ YouTube で見ようとするとさ、うん、個人がやってるからね、一、ね、人で愛しのレイラ弾き語りみたいな、やってる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 、 やってるでしょ、うん、案外たどり着けないんだ、やってるね、なんか何とかって入れると知らない人ばっかり、天国とかで言ってたりするんだよ、そう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 、やめなさいよと思う、やめなさいよと思うちゅうことあるがあれちょっと YouTube の時代も終わったかこれ、お前からコピーしたくねえよと思う、本当だよね、うん、ところが昔はさ、うん、あったね、こんなレアなライブまでねあんのみたいなのが全部載ってたじゃん、 YouTube 終わりか、終わったな YouTube 終わり、でも見なくなったもんな、一時期ほど俺も見なくなったの、やっぱそれも手伝って、うん、あとさ必ず広告入るじゃん、そうなんだ、あのスキップまで俺待てないんだよね、俺も待てないんだよ待てないね、スキップした後もなんか出てくるよね、ちょろ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 、スキップ負荷もあるじゃん、うん、スキップ負荷もある、何あれ、ヒゲ剃りみたいなやつ、そうそう、ヒゲ剃り孝太郎君あのヒゲ剃り頭くるよね、頭に俺絶対使わない、俺も使わない、ここだけは何があっても使わないと、これね、ヒゲ剃り会社に言いたいよ、あそこに広告打つのはね、うん、マイナスだよ、そうそう、マイナスだよ、ほんと、ここだけはもうね、どんなにヒゲが伸びてもね、俺も絶対使わない、邪魔してんだから、邪魔したって、もうやめろよと思うもんね、だからさ、企業もバカだよね、分かってないね、何でもかんでもああいうとこ入れればさ、見るよ、見るよ、見るよ、でもマイナスだからね、うん、人の邪魔してんだから、ほんとに、あれダメよ、ほんとだよ、分かってねえよな、絶対。絶対買わねえし、あのアンソロジーのビデオ買うと DVD 買うと、うん、サムシングの PV も見れるのかな、もちろんそうだよ、だからあれが DVD 化されてたわけだもん、サムシングの PV だけ見てな、1からドワーッと、あ、サムシングのね DVD はね、小太郎君あれに入ってる、ワン、マジで、うん、あ、そっか、入ってるか、なんでよ、サムシングだから、 PV だよ、 PV、 ワンって CD と DVD、あ、そうなの、そう、 CV、 あの、あ、D、CV じゃないな、CV ですよね、これ、うん、DVD と CD のセットになっても売ってるんですよ、うん、DVD は何が入ってるのと、だからあの最初の Love Me Do から、うん、いらないけど全部入ってるの、 From Me To You から、あ、そうなんだ、うん、そう、でもいいね、いいでしょ、うん、ゴタクだってあれすごい好きじゃん、サムシングの、世界で一番好きだ、あの DV が、それ見てみてよ、ゴタル君、そう、うん、そうだな、うん、あの、なん好きだね俺あれね、みんななんかこうカップルで出てくんだよね、うん、ジョン・はヨーコ、ポール・はリンダーみたいなね、初めての動くビートルズだね、確か俺あれ、あ、そうなんだ、うん、あれが最初なの、うん、初めての動くビートルズだね、若い時ああいうさ、うん、年取ったビートルズ見てどう思った、いや先に俺カムテケダのシングル持ってたから、うん、分かってたけど風貌は、ああ、そうか、もうヒゲ面で、うんうん、
へえ、俺結構オールマイラビングとかあの辺のさビートルズが最初だから、うわ若くてかっこいいと思ったわけよ。なるほど、うん、逆にレッド・イット・ビービー見た時に、うん、何このクソジジイたちみたいなの思っちゃったわけ。なるほどね。だから小谷君とかどう思ったの？いや俺両方ほぼ同時だから、じゃあ全然普通にナチュラルに受ける。そうそう、若いレコード買うのも、うん、あれかだってさ、うん、近所の大学生とか、まあ、あんないっぱいいたもん。あ、同じような風貌の人がね、そういう時代じゃない、なんかその前衛的な人もいる、うん、まあそう、髪伸ばしてさ、みんな和義くんみたいな感じだったもんね。そうなんかジョン・レノンを狙ってるわけじゃないんだけど、うんうん、なんかただ髪が勝手に伸びちゃって、わかるわかるわかる、偶然メガネみたいな、いたでしょ、偶然メガネみたいな、関君みたいな、そういう偶然関君、爆弾作ってそうなのとかさ。なるほど、そういうのってすり込みあったから、ハラハラ時計みたいなやつがいっぱいいたからね、それにしてこいつら洒落てんなって感じだったよ。なるほどね。あ、それに比べたらね、うん、一緒にしないでよ。そりゃそうだよ、コウタロ君、一緒にしないでよ。そりゃそうだ、そりゃそうだよ、うん、ビートルズがかわいそうだよ。そりゃそうだよ、うん、それにさ、ヨーコが出ることによってさ、ちょっとそれ、まあ確かにね、うん、あの橋渡ししちゃうんだよね。そうそれ知ってるだけにさ、俺も分かる分かる分かる、あれ別にドイツの人が見たってさ、ヨーコはそこは、うん、連想しないよ。確かにね。でも我々はさ、ヨーコが出ることによってさ、高田馬場の駅前がパッと広がる、まあ、分かる分かる。だって友達のお母さんでヨーコの人がいるからね、小田君ね、必ずね、ヨーコにお母さんがね、せんべい屋のおばちゃんでもヨーコだったもんな。そうなんだ。そうするとジョンがぐっと身近に寄るんだよね、小田君ね。そうなんだよ、ヨーコによってね。そうなんだよ、ヨーコ作用がさあるじゃん。なるほど、そう、よくわかる、わかりやすい、小田君。そうなんですよ、ヨーコ作用なんだよね、やっぱ日本人同士だからね。そうなんだ、だからね、ヨーコがそこにいることに対してね、うん、誇り高いかっていうと、うん、そういう効果よりもやっぱりさ、うん、ね、あの身近な何かに置き換える、何か置き換えるね、確かに。そうだね、せんべい屋のおばちゃんだったりね。そうだよね。せんべい屋のおばちゃん、ヨーコに似てたの？いや、ヨーコいっぱいいたよ、池袋にも。マジかよ、うん、ヨーコ多かったじゃん。池袋のヨーコってどこにいたの？昔さ、事務員ってさ、制服みたいに着てたでしょ。着てた、紺のなんか。あ、着てた ね、あれ着たヨーコだっていっぱい知ってるよ、俺。マジで、うん、そんなにいたの？ヨーコ銀行とかにもヨーコいたしさ。銀行のヨーコ、ヨーコ、すごい。港のヨーコだけじゃないんだよ、違う違う違う、銀行のヨーコ、せんべい屋のヨーコ、いろんなヨーコいたよ。みんなあの顔なんだよね、だからね。だからそう、分かるでしょ、あれ。分かる分かる。どちらかといえばヨーコっていう。分かる分かる分かる。だからさ、ヨーコ枠があるからね、そうそう、日本人の顔としてね。レッド TV のやからさ、スージーパーカーが出た時にヨーコがアップになるでしょ。なるなる、ね、なる。あのヨーコ俺いっぱい知ってんだよ。なる、分かってる分かってる。また70年代の顔なんだよね、小樽君ね。そうなんだよね。なんか俺ヨーコって言うとやっぱ高田のパパなんだよな。あー、でも小樽君で言ってることすっげえよくわかんな、うん、ちょっと学生となんかおばちゃんがミックスするのかな、あの街が。何なんだろうな、高田のパパなんだよね、これ。なんかわかるよ、新宿にもいないしね、池袋にもいないんだよね。なんだよな、まあ、ババだな。ババに多かったろうね、多分ヨーコね。ヨーコ率高いと思う、うんうん。またさ、あの頃だからさ、うん、立ち食いそばとかでも中でいるんだよね、ヨーコね。食べてんの？作ってんの？作ってんの？だってさ、四ツ谷の立ち食いそば思い出したよ。あれだってヨーコじゃなかったけど、ああいうおばちゃんがいたでしょ。コウタロ君、あのおばちゃんヨーコじゃないよ。ヨーコじゃないけど、あれはだってもうどちらかというと袋みたいなことだったけど、動物だよ、あれ。あれはもう90年代間近だったからだよ、うん、ね、うん、75年の高田馬場の立ち食いそばは、うん、ヨーコもいたよ。うっそー、本当だよ、働いてたの、食べましたよ、ヨーコ。でもなんか想像できるだけに嫌なんだよね。想像してよ、本当に。でみんなわかんないと思うけど、これ俺四ツ谷の一生懸命働いてた方のおばちゃんね、そば屋の、いらっしゃいましただよ、いらっしゃいましたでしょ、ね、あとおかみがいたでしょ、小樽君。二人いたでしょ、二人いたでしょ、ツートップ、ツートップじゃねえ、ワントップと手下でしょ、うん、手下だ、あれ手下だよ、小樽君、何言ってんの。一番さ、声が甲高い方がボスでしょ、ボスだよ。だからあの日光のお水を勧めてたおば進めてた人いるでしょ、ボスでしょ。あれがボスなんだよ、あのボス。だってボスは和服じゃん、ボスだからね、ボスだから、ボスだからねえじゃねえよ。下の、あ、そっか、そうだね、袋おばさんは割烹着だったから、だからそれがヨーコが多かったっていう話を、おじさんに紛れて。マジか、マジだってな。そ、思い出してよ、70年代所詮そんな時代やったじゃない。そうだよな、だってもうあの四ツ谷の立ち入りがもうだって平成じゃん、あれ。
しかもさ、うん、小渡あのおかみがさ、うん、日光の水で作った麦茶って言うんだけどさ、うん、あんな薄い麦茶見たことないよね小渡君ね。ないあれこそ醤油4滴だよね。そう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 、水にでもさ、うん、そばの味は邪魔しないんだよねあの方が。そっち、うん、そっちなの。あの頃なんで日光の水あんなだからまださ、うん、水買う時代じゃないじゃない。まあそうだね、うん、家にさその水の浄水器みたいなのついてるからさ、うんうん、お前にすげえなって時代だよ。それが日光から取り寄せてたな、あのおかみ、うん、日光日光って小田君にも言ってたよ。日光日光って日光から汲んできたのか。で小田君だって出た後に日光行こうかなとか言ってたよ。そうそうそう、あのボスね、うん、今日かけにじんじゃった。そう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 、あのあの天ぷらが終わっちゃうんだよな、ね、先にね、うん、でミノモンタが好きだったんだよね。そうでさあそこのおそば屋、そうでさミノモンタよく来るからでしょ、文化放送のそば、文化放送があったから。そうそうそう、でタマちゃんがネギ入れすぎるとさ、うん、まあ高いのにってね。そう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 、タマちゃん怒られてさ。そうネギ入れすぎて。そうそうそう、入れすぎだよだってあれ。確かにあれじゃ商売上がったりだよね。思い出しちゃった小田君あの顔。あそこさ、うん、もうなくなるって話だったじゃん。なった。あそこなくなったのが早いの。俺らが藤場が移動するのが早かったの。うん、あのなくなったんだよね。その後もあって。じゃあ俺らが移動したのか。俺たちが先移動しちゃって、俺小田君と何度もなくなるっつってベスパで。あ行ったのか。行った。俺たちジミーともうベンみたいな感じで寄ったんだよあそこに。でもさ、今度引っ越しちゃうんでちょっとしばらく来れないですよさ。うんうん、あのボスなんつったか覚えてる？覚えてる。こっちが行っちゃうよっつったんだよ。嘘。本当だよ。本当だ、こっちが行っちゃう。蕎麦屋の方がね、藤原の人こっちが行っちゃうよっつったんだから。引っ越しするっつったの、うん、うっそでさ、なんかでさ、うん、なんかで俺らバカだったんだけど、うん、はめっこの話したんだよ、蕎麦食いながら。蕎麦食いながら、うんうん、たまちゃんと、うん、ね、うん、そうです、ズズってはめっこの話したら、うん、あの手下の方が手下の袋おばさんだよ、うん、大和民族好きよっつったんだよ。笑ったでその時は目はどうだったの、袋おばさんの、まあ、下向きながら、ね、下向きながらなんかさらかなんか洗いながらこういう感じ。小田君そばでそういう話すごいさ聞くよね。小田君あそこ覚えてる、あのさ、うん、ミュージアム笹塚、あ覚えてる、の先にセット、あのセットそば、セットそばってじゃん、セットそば、アスカ、そうだ、アスカね、アスカ。あそこでもうさ小田君なんかそんな話してちゃう、親父に、親父にね、うん、この辺昔赤線地帯だったんだよみたいなことを親父が言って、この辺昔赤線地帯だよって、そうそうそう言ったら、そこら辺でみんなケツ出してたんだよ、ケツ出してよ、俺らなんかよヘビ入れちゃうんだよ、そうそうそうバカか、バカじゃねえだってでさ車買わねえかってやったそう、それで小太郎君がなんか分かんないけどさ、目の前にあったあれがスカイラインのジャパン店だったんだよね。しかもちょっと森の方に住んでたじゃん、山の方に。そう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 、思い出した孝太郎くんって話があっちゃったよ。そうそうそう、お前車いらねえかっつってね、そうそうそう、で、いや、あれば乗りますよって孝太郎くん言ったので、ね、ちょっとこっち来いよって連れてかれて、そうそうそう、やぶんだ、そうそうだよね、ボロボロのさ、やぶの奥にスカイラインジャパンが置いてあったんだよね。あれさ、サオケ時期で使った車隠してるようなテストだったよね。俺その時孝太郎くん一言言ったね、言葉がすげえ好きだったんだよ。孝太郎くんは、うん、箱スカかケンメリだと思ってたんだよ、うん、で向こうはスカイラインしか行ってないから、うんうん、で連れてってヤブンだから一緒に行ったじゃん、かき分け行ったじゃん、であの草原で捨てられたような、うんうん、ねスカイラインを置いてしようってボロボロだ、小田君こう言ったんだよ、ジャパンっつったんだよジャパンだな、一言ジャパンっつったんだよねいらないかっつっていらねってジャパンいらねえよっつってって返してきたもんね。10万円、10万円だっけ、10万円捨てた。そば食うとさ、うん、セットがいいよ、セットがいいよって必ずカレーつけられちゃうんだよね。そう、絶対セット、カレー頼むと卵の下がいい、そうそうそう、どんどんつけられちゃうんだよね。すっげえそばまだあんのかな、アスカまだあんのかな、分かんない、うまかったよね、うまかった、あ俺四ツ谷のはうまかったと思うけど、いや四ツ谷めちゃくちゃうまかったよ、あそこ。あそう、笹塚のはね味は覚えてない、親父のインパクト強すぎて。そうね、うんとにかくあの四ツ谷はうまかったよ、うまかった、なんだっけあそこ、ああ若葉、そう、なぎら健一さんも言ってたもんね、うん、そうそうそう、なぎらさんも好きだっつってた、うん、一回なぎらさんに会った時あそこうまいっすよね、言ってた、言ってた、あのテレビ東京かなんかの ね、うん、番組の時一緒になって、うまいんだあそこ、笑った、あれが今一番食いたいな、立ち食いそばの中で、
そば屋一つとってもストーリーがあるね、うち。やっぱ伊達長くないね。もうこれだけ思い出せないでしょ、スカイラインジャパン。いや、思い出してるよ。思い出してる。はっきりと覚えてるよ、もうあれ。形かっこ悪いよね。あれ。ケンメリまでは良かったのにね。アスカってあれデニーズのちょっと手前だよね。そうそうそう。そう、あのデニーズの裏の方に連れて帰ったんだから。そう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 、やぶん中だよ、やぶん中、本当に。今もうなんか立っちゃったんじゃないですか。立っちゃったよね、あの頃なんかまだね、開発途中みたいなやつでね。あれ90年ぐらい91年、91、2年だよね、うん、それそば食って世界を食べてアレンジしたんだよね。そうなんだよ、まだいい時代だったな。懐かしいな、そば屋。笹塚のスタジオいつも行ってたからさ、俺帰り銭湯入ったりしたもん、うん、あ、そうなんだ。駅に行く途中に銭湯があってさ、あるよね、あるよね。あそこ寄ってたの、たまに寄って、へー、一杯やって帰ってたね。よくやってたもんね。やってたね、初期の頃。池袋まで我慢できなくて、あそこ飲んでたな。あ、そうなんだ、うん、ね、いや笑った。はい、俺のツアーがね、3月13東京、21大阪、あ、仙台、26大阪、うん、コレクターズは3月19に熊本に行きます。はい、ハッピージャック、はい、なんかね、小太郎君あれだって、うん、ピローズとかドハステも出るらしいよ。あ、そう、うん、だから結構親父集結熊本って感じ。よかった、なんか若者ばっかでさ、うん、辛いなと思ってたんだよね。いや多分だから同じ日だって言ってたから、うん、同じホールになりそうだね、なんかね。あ、そう、なんか俺たちの後ぐらいとかにこう混ぜこぜでやるんじゃないの。うーん、親父軍団が、親父軍団、うん、親父軍団、組合が、組合がね、うん、組合が揃う。妙にそこだけいけるね。妙に変な空気流れそうだよね、客の方もね。なんかね、で年も取ったからホールツアーとかやりたいね。確かにね、うん、歌うの楽だからね。歌うのも弾くのも楽だし、うん、お客様も正直楽だし、楽だよ、座ってられるね。立ち出したら立てばいいし、そう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 、うん、このポッドキャストはスタジオ M 文字の音楽雑誌ドーナツのサイトからダウンロードできます、うん、スマホでも快適に楽しめるようにサイトを改装したので、うん、URL が変わりました、うん、ね、はい、写真館 iTunes から外れたアーカイブもこちらにあります、うん、毎週水曜日更新。 P メールは袋24@gmail.com、うん、よろしくお願いいたします、うんうんうん、それではまた、はい、Do the download Do the download 池袋交差点24時